当になんか一時期週刊誌の問題とかいろいろあった時に、なんで僕生きてるんだろうって何回も死のうともしました。僕ら、地震があって被災して、このままやめちゃうのかなっていう感じは、ちょっとあります。ことって僕だけじゃなくて、僕は注目浴びてるから大きく見えてるだけで、普通の生活してる中でも多分あるんだと思います。何喋っても何か言われるし、ただ滑っただけでも何か言われるし、ただのスケーターなのっていう思いが強かったです。羽生結弦としてのスケーターなのに、なんでこんなに重いものを背負わなきゃいけないんだろう。What do you think this victory means to particularly the people in your hometown of Sendai and also to the rest of the people in Japan who suffered so badly? 実際こうやってオリンピックのゴールドメダリストになれたかもしれないですけれども、それでもやっぱり僕一人が頑張ったって復興に直接手助けになるわけではないので、すごい無力感というか、そういうものもすごい感じますし、なんか何もできてないんだなっていう感じもちょっとします。自分のメダルなど被災地の復興には役立たない。一方、羽生選手は甚大な被害を受けたアイスリンク仙台に自助伝などの印税およそ2500万円を寄付、そしてソチオリンピック金メダルの報奨金600万円も被災地に寄付。さらに平昌オリンピック後には宮城県と仙台市にそれぞれ500万円合わせて1000万円を寄付しているのです。ゴールは無力だと感じていた金メダルに意味があったのかもしれない。頑張ってね。はい、ありがとうございます。で、頑張ろうと僕なんて測らなくていいから。みんな頑張る。そうですね、頑張ります。そうすればみんなが喜ぶ。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。こんなにも自分の演技で自分の結果で元気になってくれる方がいるっていうのを、自分のスケートがこんなにも人のためになってんだなって改めて感じたので、またいい結果を持って来れるようにしたいなって思いました。それもこれもやっぱり皆さんが応援してくれなければ、こうやって滑る機会も絶対与えられなかったと思います。本当にこれまでたくさん応援してくださり本当にありがとうございます。何より僕は幸せなのは、自分が憧れている方々がみんな自分にメッセージをくれて、本当にみんなこうやっていっぱい応援してくれてるしね、コメントくれて本当にありがたかったし、スケートやっててよかったって、本当に今は生きててよかったなって本当に思ってます。本当に大変なことばっかりだと思うんですけれども、そこに全部ありがとうって言えるぐらい
感謝の気持ちを持っていけば、いつか絶対いいことがあるなって。